おはようございます、佐藤信也です。さあ本日はですね第28回ガサバということで、もう天気も非常に最高の快晴の中、三重県にやってまいりました。久しぶりですね三重県。ですね、今日はですね三重県渡来郡、玉城町にありますウイング玉城店さんに来店しての、撮影となります。はい、それではいつも通りですね前日の下見撮影してきましたので、まずはそちらの映像からどうぞ。こちらですね、三重県のホールになりますので、今ですね時間が11時20分、いつもより1時間ほど遅い閉店チェックになります。で、まあ大体他のホールさん、他の地域のホールさんってその10時40分とかそれぐらいに閉まると思うんですけど、三重県ね1時間長いんですよ。なんで、まあいつもとはちょっと違った下見の感じになると思うんですけど、まあいろいろちょっと見ていきましょう。さあこちらミリオンゴッド神々の凱旋ですね。いや出てますね閉店間際、サンパコスか、サンパコと下皿も、まあ、勝ち持ってる感じで、さあ閉店まであと20分、取り切れるでしょうか。取り切ってほしい。さあこのジャグラー結構確率いいですね。ちょっと今当たってて見れないですけど、今合算が112分の1ぐらいだったかな。で1箱勝ち持ってますね。いい感じで A タイプしっかり回数がついてる台があると設定にも期待ができそうな感じですよね。多分今日は平常営業だと思うんで、そういう日でも設定には期待ができるのかな。そんな感じはしますね A タイプに関しては。こちら入金が花々なんですけど、この台いいですね。まあ、確率もいいんですけど、何よりいいっていうのがそのお客さんがしっかり子役カウンターを使って設定推測をしながら閉店間際を粘ってるっていうところがすごくいいですよね。だから設定がしっかり入ってんのかなっていう印象を受けます。ちょっとね台の前日前々日ぐらいのデータ見たいんですけど、どういう台がこんな感じで上げられてて狙われているかっていうのをしっかり見たいですね。でちょっと気になってるのがこう置き時なんですけど、どこだったかな、これ3日前なんですけど、こう前日ハマってる台がこう次の日上げられてるような感じですか。結構ねそういう履歴があるんですよ。まあ、こんな感じですよね。こうガーッとへこんでて、でこれ今日なんですけど、もう多分まあこれ累計これ通常時だと思うんですけど、多分ね AT 中合わせると6000ゲーム近く回ってるんですよね。これもだからこんな、まあグラフだけじゃ分かんないですけどね、おぎどぎ分かんないですけど、こういうなんかちょっとへこみ台が上げられてるような感じはしますね。これちょっと明日の狙い台になるかもしれないですけど、おぎどきっすね、おぎどき。これね今日2000枚以上負けてるんですよ。もしかしたら2500枚ぐらい負けてるかもしれない。で隣にもあるんですよねこれ、土へこみ台が。まあ置き時はね5000枚平均吸い込むこともあるんで、これぐらいねザラにあるんですけど、こういうへこみ台明日もしかしたら上げられてる可能性はありますよね。しかもちょっと場所的に、まあ、角に入りやすいかどうかちょっとまだ分かんないですけど、ちょうどねジェットカウンターも近くにあって、ちょうどメイン通路の角になんですよね。ちょっと若干気になってるここ。時々で設定狙いとかするんだったら、まあ、この辺狙いたいっていうのもちょっとありますよね。ただね時々で設定狙いするっていうのもちょっと怖いんですよね。3000枚なんとか取らないといけないんで、一撃あるんですよ。一撃ある台なんで、その辺狙うにはもってこいの台なんですけど、機械割りがな、まあちょっと、まあ、候補としてこの2台は頭の中に入れておきましょう。はい、閉店10分前、下見一通り終えました。で初めてこちらのホールさんには来たんですけど、ですね、店内状況を見る限りだと今日はおそらく据え置きメインというか、他の番長とかそういう履歴を見る感じだと据え置き台が多かったと思います。なんで、まあ、明日どういった感じになるかはちょっと、まあ、当日になってみないと分かんないんですけど、まあ、酔い腰で、天井を狙いするのも結構効果的かなとは思ってます。ただ朝一から打てる台は現状ないんでちょっと迷ってるんですけど、ちょっと気になってるのはやっぱ置き時の2台ですね。ちょっと3000枚なんとか出さないといけないんで、できれば設定狙いはしたいんですよ。
初めてのホールさんでセッティングエラーするのちょっと怖いんですけど、あの角の2台を気にしてる、その下見をしてる、気にして下見をしてるお客さんがあの2名ほどいらっしゃったんで、ちょっとね狙ってみるのありなんじゃないかなと思うんですよね。昨日完全にあの初見で下見に行ったんですけども、まあ、店内状況としてはあの高設定っぽい台もあの平日とかその何ですか通常営業でも全然ありそうな感じはしたんで、まあ、特にやっぱ花々系とか時々30杯に関してはあの力入れてらっしゃるのかなっていう感じはあの見受けられました。で、まあ、初見のホールさんってことで、宵越し天井狙いとかも含めて立ち回ろうかなと思ったんですけど、現状ちょっと朝一からは、そういう狙えそうな台もないんで、まあ、店内の状況を朝一はちょっと確認しながらですね、で一応ちょっと時々に狙い台あるんで、それ取ってからちょっとまあ店内見て回って、お客さんの動き見ながらちょっと決めたいかなと思います。で抽選番号というか、まあ、並び順だったんですけど3番ですね今日、前から3番目で、ちなみに僕より先に並ばれてたお客さんに、2人いらっしゃったんですけど、その方とちょっと話をしたところ、そのお二方も、お昼時に行くと言われてたので、まあ、状況を見てもう本当にお昼時の状況が良ければ、そのまま設定狙いで、あの2台どっちか取って打つのもありかなというふうに今は考えております。まあ、とにかく、今3000枚取らないと次のランク上がれないんで、なんとか3000枚今日取れるように一日しっかりね、立ち回っていきたいというふうに思います。それでは第28回ガシタバスタートです。入場です。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。さあ始まりました第28回目ガチサバ。今回の解説は私見えてますこと一緒にいるとおしあんです。どうもよろしくお願いいたします。なんで二流さんだいやいやいや、もうついに来たかという感じですけどね。もう一度ね狙い台だったんでこの2台は、あ、やっぱおきどき行かれる人多いのかな。結構お客さんお気の気に行かれてますね。あ、てかみんなだな、並んでるお客さんほとんどお気の気っすね。ちょっと狙い台の根拠が分かんないっすね。みんなバラバラ。ただあの一番前に並ばれてたお客さんは僕と同じ狙い台というか、まあ、角台打たれてますけど、他の今お気の気打たれてる方は前日出てる台を狙ってる方もいらっしゃれば、回数ついてない台打たれてるお客様もいらっしゃいますね。はい、じゃあちょっとおきどきを打っていきたいんですけど、まあこの台選んだ理由は昨日下見の時の話した通り、前日が、まあ、こんだけへこんでるってことで、まあ前日下見した感じだとそのへこみ台とか回数ついてない台に、が上げられてるような感じがしたんで、まあちょっとそんな自信はないんですけど、ちょっとこれで朝一は様子を見ていきたいと思います。さあ1台目は先日の狙いだった置き時みたいですけども、まあ、3000枚目指すんだったらねちょっと冒険しないと。まあでも置き時東海地方はね強いですから、非常に助かる。おお、もう朝一からいきなりチェリーっすよ。まあ置き時の島なんですけど、ホール全体的な稼働に比べてやっぱ非常に高いですね。朝一、他の機種はまだそんな埋まってないんですけど、置き時に関しては、寝台の次に埋まり早かったっす。で前の方にいたお客さんはほとんど置き時に来られてたんで、設定状況的にはおそらくこのホールの中でもメイン機種で扱われている機種ではないかというふうに予想しています。まあ怖いのはその置き時での設定狙いですよね。やっぱこう普段危ねえ、スイカをいきなりこぼすところだった。
普段はやっぱモードとかこの辺狙って打つことが多いんで、設定ぐらいで置き時打ったの 1,2 回ぐらいしかないですよね。もう本当置き時で設定ぐらいするときは確実に6があってそれをしっかり積もれるっていうような状況じゃないとなかなか手が出しづらいんで、個人的に。ただその設定状況的にはホールの中ではかなりいいと思うんですよ。特に東海地方に関してはもう客付きがもう全然違うんで、本当に力入れてるホールさんになってくると、もう平日でもほぼフル稼働で1日回るん で出玉感もやっぱすごいですし、で設定接続する上で一番大事になるのはこのこれ出てくる共通ベルでいいのかな、これをしっかりカウントしていくということで、まあ通常時はあのベルをカウントして、あとはその通常 AB のモードに滞在している時の初当たり確率で、あとはもう当たった後のモード移行ですね、まあ、そこに設定差、奇数偶数の設定差があるんで、その辺を絡めて見ていくような形になります。まあ、今打ってる感じ、朝、まあ、ジャクチェも 2,3 回引いて、スイカも今2回で、今ゲーム数的に70ゲームでしょ、ちょっとチャンスモードにいそうな気配は現状ないですね。でちなみに左の候補台だったオキドキも今ちょうど200ゲーム抜けられたんで、どうなのかな。まあ、あのこの状況的に前立腺ではないことはほぼ間違いないと思うんで、朝一、こうリセットがかかっててお祭り騒ぎみたいな、本当ね前立腺だとねピカピカ光るんですよ。だからそんな感じにはね多分ならないんじゃないかなと思います。今100ゲーム回して共通ベルが4回出てます。積もりましたね早えよ、ほんといつもいつも。いやさすがプロっすねもう100ゲームで見切れちゃうんですね時はあー来ました110ゲーム、よかったよかった、早い当たり。おー投資、5000ですね、投資5000円で110ゲームピック、いいよ、これ幸先いい、これは幸先いい展開、幸先いいってもう積もった言うとったがこれ全然チャンスモードにいた可能性もありますよ、この後のだから、展開ですよね。この後32ゲーム以内に光らずに、32ゲーム抜けて、後の次の初当たり当たった後のモード以降、そこで天国が上がってくれるような感じであれば朝一チャンスモードにいてリセットがかかってた可能性も上がるんで、そういう可能性も出てくるんで、そういうちょっと展開をね期待したいですね。まあこの後すぐ天国に上がってくれても全然 OK。 来たか、あこの効果音もいいっすよね、こうカラちゃんが光ってくれる、これを煽る、あー来ない、相変わらず楽しそうに打ちますねいや今日はいつ光ってくれるのか、かなちゃん待ってるよ。やめてよ朝からホッパエラーなんて、背負い引きっぽくなるじゃない危ない危ない、びっくりしたっすよ。30杯は出てくるの遅い時ありますからね。そうなんですか、うん、さあ初回のビッグを消化しておりました。こっから32ゲーム、まあここで光らずともリセットでの、チャンスモードで当たっていたとすれば全然この後もチャンスあるんで、あでもねやっぱりおきどき32ゲーム、ここは熱いとこなんで期待しちゃいますよね、どんな状況であれ。15ゲーム超えましたね。
時々はもう10ゲームぐらい過ぎるとちょっともうまあもうダメなんじゃねえかってなっちゃうからな今朝一110ゲームでビッグ当たって200枚ぐらい、持ち玉ありますけど200枚なんかね時々ではもう本当持ち玉持ってないようなもんですからすぐなくなりますからね、こんなもん100ゲームぐらいなくしたら。あー光った、26ゲームですね、光りましたね。レギュラー、26ゲームレギュラーっすね。で点滅も通常点滅。おやおや、天国上がっちゃったかな。ただね、26ゲームなんでね、正直抜けて、次当たってそこから天国上がってくれた方が、本当にリセットだったのかなっていうところにちょっと期待持てたんですけど、まあ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 朝一の展開としてはいいでしょう。まあ A にいたら約 10% ぐらいか天国。まあいかんことはないよね。この後の連チャン、これ大事なんですけど、ここで結構捨てて推測する分で難しいとこで、その連チャンは欲しいんですけど、連チャンしすぎるとこの奇数設定の可能性が上がっちゃうんで、6を目指して立ち回るんであればやっぱりその偶数挙動の方がいいわけですよ。となると、まあ、連チャンしてもこう 2,3 連ぐらいで終わってくれる、そうあんまり連チャンしない台で、かつその後の、モード移行がいい台なんかが、設定接続する部分ではいいんですけど、こう出玉的にはねやっぱ連チャンして欲しいじゃないですか。連チャンするとこんな規制設定の可能性が上がってってなるんで、まだねその辺のねこう設定推測とこう出玉とこの連チャンのこのねうまいこのとこついてるんですよ、キドキって。この後の展開は本当ご注目です。あ、もう終わったのか。どうでしょう、いるかな。あー、いったよ、8ゲームいいね、楽しい。はい、ビッグ、よいしょ、8ゲームビッグですよ、これいいよ、これ朝一でいい展開。まあ本当に都合よく考えちゃえば、朝一こう早い110ゲームで当たって、でその後の当たりが26ゲームだったじゃないですか。で26ゲームだとまあまあ天国のもちろん可能性が高いんですけど、意外に B で早い当たりを引いただけっていう可能性も全然あるんで、それでその後こう天国に上がったっていうね、まあ、都合よく考えればですよ。で、かつですよ、今共通ベル、通常ゲーム数が、まあ、約150ゲーム回してないぐらいでしょ、140ゲームでしょ回したので、今ビッグこれ2回目でレギュラー1回引いて、そんな最初の段階でもう5回出てますからね共通ベル。早い段階でこんだけ出てくれると結構いいっすよね、ちょっとだけ安心して。おお、光ったよ。ちょっと今しゃべりに夢中だったから、もしかしたらあの光る確定演出が出てたのかもしれない。どうだったか、ちょっとあの映像で見てる方は分かるかもしれないですけど、なんてことない、全然気づかなかった。いやー来たよ、ちょっと一発言わせてください、かなちゃん、ありがとうございます。よっしゃ、今日もテンション上げ上げ なんですか今のかなちゃんは。かなちゃんが大好きなんですよ。なるほどなるほど、まあでも相変わらず元気っすね気持ちがいい、抽選で1ゲーム連が選ばれたと。なんで、これも天国に滞在してます。
もう別に6つもなくてこのままドキドキ上げて連チャンさせて3000枚出してもう即帰りでいいんじゃないこれまあ当然子役なんかでは、まあ、チェリー、スイカ、その他確定役なんかでも、しっかり次回の一芸連抽選してるんで引き損は絶対にないです。もしその場合は当選した場合は今次一芸連出てきますけどまたその後に一芸連が出てくるっていうのはそういう形になりますんで、じゃあ行きます。はい、はい、光りました。これは当然ビッグです。ちなみにビッグ1画目ですね。さあ1ゲームで、本日3回目のビッグでトータルボーナス回数は4回目ですね。おう、さあ終わりました。この後どうなるか。わー光ったよ。1ゲーム連ですね。ただこれどうなんでしょうね。あーレギュラーですね。レギュラーでした。まだ天国にいらっしゃるとそういうことでしょうか。さあ今これ当たってるじゃないですか。こう当たってる時にこう共通ベルのねサンプルをしっかり取りたいわけですよ。もうビッグ中でもサンプル取れるんで、この当たってる時でも。さあ終わりました。さあここから連チャンどうでしょう。32ゲーム。この瞬間はたまんないよな、おきどき。いいな、この32ゲーム間の緊張。ほらほらほら、同じこと言ってる。コシアンさんは好きなんですか、おきどき。あんま好きじゃないです。何なんだよ何なんだよ。そうなんですか。嫌いじゃないですけど好んで打つかどうかって言われたら多分打たないです。31ラスト。はい、天国は抜けましたね。これでこっからですね、大事なのは、この後のモード移行が複数キス、あ偶数奇数を見抜く上で非常に大事になってきます。おー光ったよ。35ゲーム光りましたね。これはここで光ってくれると偶数設定の可能性が高まるわけですよ。35ゲームビッグね、ちょっと今話の途中だったんですけどここで光ってくれることがおきどきすごい大事なんですよ。っていうのもその天国抜け後のモード移行 に設定差が偶数奇数であるんで、で偶数だと、抜けたら約2分の1ぐらいで引き戻しに行くんですよね。で引き戻しに行くと200ゲーム以内かつ早い段階で当たりやすくなってるんで、今みたいに結構ねこう早いゲーム数で当たるんですよね。で奇数だと、天国抜けの台は30%切るぐらいでしか引き戻しに行かないんで、今のこの早い段階での、初当たりは引き戻しの可能性が高いんですよね。さあもうあっという間に900枚近い出玉を獲得できました。この後どうか、まあ、仮に引き戻しからの当選だったとすれば、引き戻しからの天国以降はまあ、多分おそらく通常当選だったんで 15% ぐらいか。なんでまあなかなか天国には行ってないと思うんですけど、なんで仮にまあこれ天国抜けたとすれば今度は通常 A に行くか B に行くか、ここが大事になってきますね。さあ32ゲーム抜けましたということで、もうこっからは完全に通常 A か B か、普段の天井狙いとか、まあ、モード狙いで打った場合はやめときゃもうここっす。あっという間に下皿が飲まれましたよ。早いもんで、まあ、今200ゲームハマってます。ここでハマる分はそんなに設定推測する部分ではそこまで、まあ、当然構成ということをこの通常 AB に滞在している時の初当たりは軽くはなるんですけど、でも基本的に重いんでここでもうハマるのはしょうがないと。設定狙いで打つときは。カマイキリマタゾウ君は最近何言ってるの。出たマタゾウ。
黄門茶間千古列、ああ気が合うね。あの2機種は僕も好きだから仲良くなれそうだね。こんだけ収録来てて仲良くなってないのかこれ。何の番組でしたっけこれ。刑事、あの刑事が出てくるのが好きとかそういうのじゃない、なんかキャラクターが好きとか。刑事かっこいい、あ、ホモなの。全力で首振ってるけど大丈夫、これホモじゃないから。いや怪しいですよ。サトシさんも怪しいですよ、どちらかといえば。さすがおぎどきですね、あっさり止まりました。追加同士でこの後も打っていきたいと思います。これで通常 A だったらやだな。遅れた？遅れてない。ああ遅れましたね。今遅れですね。遅れてたっす。遅れて当たりました。よっしゃ。レギュラーか。532ゲーム。ちょっと違和感を感じたんですよ今。やっと当たった。追加投資がちょうど、5000ですね。これで総投資が、ちょうど1万円。さあこっから。大事な大事な32ゲーム、ここで天国で上がってくれてると、おいイエス。おいしょー、ビッグだ、やったぜ、やりました。これで、ね、さっきのが通常 B にいて、でこれで、ね、天国に上がったっていう可能性が高まるんですよ。ってことは、あの偶数設定が高まると。あー、めちゃくちゃいいですね、挙動は。まだまだサンプルは少ないんですけど、いいよ。で現状今1000ゲームぐらい回して共通メール11回でしょ。言うことない、負けてるけど出てないけど挙動はいい。落ちて天国、まあハマってはないですけど、結構投資は結構いってるんですね。レンチャンしてないからね。さあ投資2万円なくなりました。で今ですね、通常時あとボーナス総回転数約2050ゲームぐらいかな、ざっくり。で共通メールが14回ということで 153.5 分の1、悪い、だいぶ落ちましたね。挙動は偶数っぽいんですけど、まあ、2の可能性も全然ありますね、こうなってくると。一旦ちょっとホールの、様子見て、決めたいと思います。はい、ちょっと先ほどまで言ってたオキドキ一旦やめて、今ホール回ってるんですけど、状況的にですね、結構角付近が出てる感じですね。これ、ゴッド、凱旋のV 揃いのドヤ飯ですか、これは。まあ、行っちゃいますね。うん、ちょっと休憩中なんですけど、V 揃いで当たってましたね。でこの番長の角、これちょっと一撃っぽいんですけど、このカードでしょ。で窓巻きですね、この窓巻き、これ内角今約5000枚ですね。でこっちのニューキングの角、角2がもうそうすごい出てますよね。でこっちのクイーン、クイーンのこっちのね角台も出てるんですよ。これも今合算が、2200ゲーム回して合算122分の1、レギュラーもビッグも両コストね。あっちのね黄門茶間とかね、ビンゴも角が出てるんですよ。ってことでちょっとねドキドキの角を打とうと思ってるんですよね。で1台今日朝の狙い台だった左の角台は
今ようやく動き出したんですけど、ちょっとね逆の角を打とうかなと。で今あの見てきたその角台の履歴 見たんですけど、その結局前日出てる台とかへこんでる台とかちょっと様々で、あんまねそのサマー数とか回数とかあんまり意識せず、ちょっと場所で今度は打ってみようかなと思います。で履歴も、まあ、今291ハマってて、こんな感じで結構ねあの天国抜けの後の初当たりが軽いんですよね。まあ、リセットかかってるとしたらここからですよね。ちょっと当たりも結構軽いん でグラフはこんな感じですね。今ちょうどプラマイゼロぐらい、ちょっとこれをね、打ってみようかなと思います。で前任者の方はカウントとかされてなかったんで、ちょっとこれ打って、設定推測していこうかなと思います。はい、それではおきどき2台目打っていきたいと思います。2台目は下見の時とは逆の角のおきどきですね。いや3000枚の縛りあるからきつそうだなやっぱ、うん、前回の当たりが71ゲームでレギュラーで、その前が68ゲームでビッグ、レンチャン後その68ゲームかなで、もしかしたら引き戻しにいて、その後71ゲームで通常 A もしくは B で当たって今に至る、まあ、そんな感じですかね。まあ、もしくはまあ68ゲームから通常 A か B かに滞在しているような感じ。うわあ、嬉しい。やっと勝った。しかもビッグ、都市9000かかりましたよ。ね、ゲーム数が481ゲームですね。いやー待ってた、久しぶり。やばいな、あっちが当たりだったかな。かなちゃん、いつになったらかなちゃんに会えるんだ。朝一会って以来もうだいぶ顔見てないよ。来るか、かなちゃん。ささやくように来てるんですか、この人。かなちゃん、かなちゃんに会いたい。これで会えたら誰も苦労しねえな。まあでも気持ちは大事ですから。連チャンお願いします。ドキレンを見せようぜ、ドキレンを。さあ32ゲーム超えてしまいました。一体今通常 A 通常 B どちらにいるんでしょうか。なんだかんだ投資も2万9000ですか今。まあおきどきだったらねしゃあないですよね。早く当たれと僕と一緒に祈ってください。早く当たり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 。そんなんでね当たったらね苦労しないんですよ。各駅停車でお願いします。あまり遠くまでね連れておってほしくない。山の手線ぐらいな感じで本当に 2,3 分走ったらすぐ着く、そんな台であってほしい。おっと、僕の目押しミスでなければこれリーチ迷惑です。よしよし。いいの引きますね。やっぱ思いは通じるもんなんですね。やったよ、127ゲーム。いやー薄いとこ引けた、よかったよかった。次は光らせるよ、必ず32ゲーム以内に光らせてみせる。この静寂の中で今夢が広がってるんですよ、頭の中で。光れ光れと。よしよし、これ本当に叫びたくなるくらい嬉しいの。
よっしゃビッグだ、やっと来た。ドキレン、ドキレン、ドキレン来ました。初ゲームビッグ。とりあえずこの台に投資した9000は回収できたな。こっから伸ばしていく。さあ勝負の32ゲーム、男サトシに行きます。ゴール、よっしゃ、ゴールできた、やったぜ。一芸連携としました。よし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 。今一芸連したんですけど、かなちゃんがさっきのビッグ中光らなかったじゃないですか。ってことはまあ、単純に1ゲーム目で引いたってことです、当たりを。かなちゃんが光るときは実質ゼロゲー連なんですよ。でゼロゲー連で当たってる状態でその次ゲームの1ゲーム目で告知されるっていうような告知方法を採用してるらしいんで、いやー1ゲームでやってやりましたよ、さすが男里信用。よし、さあまだまだ連チャンさせますよ。おー来た、早速チェリー、ここ大事、左で行こう。なあはは、おっはっ、やっぱ右だ、俺右利きっす。右利き、その情報いります。今いいっすね、いい調子いい調子。もうあと 2,3 回ビッグ引けば、3回だな、あと3回ビッグ引けば取り戻せる今日の負債。よし行くぜ。おっしゃ、見たかこの右利きの力強さ。右利き力強い。もうさっきからね、1ゲーム3ゲーム2ゲームと、しかも全部ビッグ。わっはっは、最高。やっぱ早いですね、光るときね、これは気持ちいいわ。3ゲーム乗ってる乗ってる、本当に。おお来たよ皆さん、せーの、かなちゃん、おお、ドキドキランプもスーパー、何何なんていうの、なんだっけ、ここついたんで、すいません、興奮します。ドキドキ以上のモードが確定しましたね、これで。なんで、これ現状今 80% ループ以上のモードにいます。よし、やりました。でちなみに僕プライベートでもよくドキドキ打つ、あ、ドキドキじゃない、オキドキ興奮すぎだろ。初めてようやくつきました。中段チェリーとかね、そうなので全部一通り聞いたことあるんですけど、ここつけたことがなくて、今日どうしてもつけたかったんですけど、いやー見せれました、よかった。ちょっとこれいけるんじゃないですか今回。ひょっとしたら勝負どこですね。あの時に多分通常 B にいて、でその確定役から、いいモードが多分選ばれたんではないかと。で通常 B にいて確定役引き消えてれば、25% 以上で、ドキドキ以上のモードに行くんで、多分ねそこでね引けてたんじゃないかなと思います。いやーやりました、かなちゃん呼んだら超ドキドキランプまでついてきたよ。ちなみにこしあんさんはランプはついたことは ありますよ。僕は初打ちが九州で打ったんですけど、初打ちで44連勝の7000枚だったんで。それはね、おかしいよ。さあ、光ってますんで、1ゲーム連、しかもビッグ確定です。いやー、最高ですね。いやー、もう至福っす。これ以上嬉しいことが世の中にあるのでしょうか。で、この連チャン、もうビッグ何連してますか、すごいっすよ。もうこの台移ってきてからビッグしか引いてないっす。2、4、6、8、9回当たってますけど全部ビッグ。
でこのリーグね、今日の、負債も回収してプラス益に突入しました。かつね、今あのドキドキモード以上に滞在してますんで、この後の連チャンにも期待と。お、今遅れました多分。次当たります。イエース。そしてビッグオッケービッグ10連。おすごいっすね。振り分け勝ちしてますな。ビッグしか引いてないっすよ。よいしょビッグビッグ11連素晴らしい。ちょっとね3箱目に移りたいと思います。箱取ってきます。よしやりました。7ゲーム。よーいレギュラー、ついについにレギュラーが来ましたよ。あ、いた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 、まだいますね。おっしゃビッグ14ゲームですね。14ゲームビッグ。おっしゃ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 、まだいてくれました。レギュラー、あぶねー、ヒヤヒヤしますね。あーレギュラー、一気にレギュラーが寄ってきたな5ゲームレギュラー。あれ今遅れなかったかな、ちょっとざわざわしてて聞こえなかったけど。よしよしよし、やっぱ遅れてましたね。若干あの周りがざわついてて聞き取りづらかったですけど、ちょっとレギュ地獄か、レギュラー地獄に入ったのか。よし続きますね。やるなやるな。よっしゃビッグ、これで出玉が、2500枚超えたと思います。カナちゃん、あと2000枚出せば、ランクアップ。2000枚遠いな、はい、チャリー。これ AD 中は中押しするのも結構楽しいですよ、これ早く。どうでしょうかね、サマイス。この調子でいけばいけそうな感じですか。うん、超ドキドキ上げれればですけどね。何ともやっぱ約81パーぐらいでしょ、継続が。中段にリプレイが止まった場合は、あのチェリーを右リールに狙って右振り打ちと。で、中段にこのクロバが揃ったときにはもう悶絶ですね。確定チェリオは中段チェリー。あと10ゲーム。さあどうなる。お、今遅れましたね。多分当たってると思います。よし、ふーふー、あー危なかった。今のは半分諦めてた。お、危ないですね24ゲームほとんどちょっと諦めてるぐらいのゲームですよ、ここ24ゲーム、ビッグ。お、これ、あの今中押しでバー狙って中段にリプレイが止まってるんで、右に俺一応ねチェリー狙ったんですけど滑ってこなかったんですよ。まあちょっと押したの早かったっていうのもあるんですけど、これリプレイが揃ったら一芸連確定です。あうなんだよチェリーの小文字ですね。まあやっちゃったな、すげえダッセーところをわざわざ止めてかっこよく解説しようとしたな。何やってんだ俺なんかこのパターンも多いですねちょっとさっきね24ゲームまで行ったんで、次は早めに勝ってほしい。優しく。あっと10ゲーム超えた。どうした。やばい、16ゲーム2回連続でこんなに。
もうさっきすでに落ちてた可能性もありますよね、こうなってくると。しかしまだ諦めない、まだある。いやー、倍20ゲーム超えました。21ゲーム、22、30。おー、あと2ゲームラスト。あー、抜けた、ついに。あれ、今遅れなかった？そんなことない。あー、ないね。まあそんなことありますよね。気持ちはわからんでもないです。遅れてるだろうなっていう。16連ですよ。16連、でも結構いい方じゃないですか。16連、いや上等だと思います。平均2500万円オーバー。あー、届かんな。素晴らしい一撃をお見舞いしました。やりました。時間4時。4時か。ちょっとね、一回共通ベルの計算をしますね。まあ、通常時プラスボーナス中のゲーム数が、1625ゲームこの台で回してるんですけど、共通ベルが11回ってことで、共通ベル確率が 147.7 分の1。中間ぐらいですね。どうしようかな。一旦ちょっと200の引き戻しまで回しましょうか。まあ、時間も時間なんで、あんまりこれ以上無理して勝負するというよりは、しっかり勝ちを確定させて、まあ、3000万円狙えるチャンスがあればそのまま打ちますけど、ちょっと厳しかったらしっかり勝ちを確定させて、次回にまた3000万円チャンスつなげたいと思います。はい、それではちょっとこれ実戦は終わるんですけど、ホールを一回回りたいと思います。これ今僕打ちたいですね。3箱勝ち盛り、4箱目がちょっと皿盛りぐらいですか。まあ十分出ました。よかったよかった。でね、お客コーナーがすごいことになってるんですよ。見てください、ここちょっとね、人も入れ替わったりしてて、この今積んでる人がしっかりした出玉ってわけじゃないんですけど、これすごいっすよ、ほんと。打ってる人の3分の2はみんな箱捕まってますよ。さっき出てたゴートなんですけど、僕よりもすごいことになってますね。V ゾロのゴートの方ですかね。89、あ、これまんま行ってますね、多分。あー、すげえ。素晴らしいですね。すげえ。あー、こっちの番長もなんかすごいことになってる。4、6、7、8、8000枚は出てますね。さっき順調に出玉を伸ばしてた入金が花々なんですけど、なんと2000枚いったところが。すげえ。すごいな、これは。怖え。こんなことはあるんすね。まだまだ高設定機なんですけど、ビッグが引けないんですね。うわー、こんなこともあるんですよね。わかんないもんだ、ほんとスロットって。まあ流しましょう。今日は勝ったんで帰りましょう。お疲れ様です。ただいま実戦の方終了いたしました。それでは収支の方から発表したいと思います。総投資1450枚で、総回収が2376枚ということで、よかった、ありがとうございます。はい、本日の回収2376枚ということで、本日は快勝です。本日プラスの926枚で終了することができました。ちょっと残念ながらね、3000枚には届かなかったんで、ランクアップはできなかったんですが、まあ、次回につながるプラス収支で終えることができたんで、本日はよしとしましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、それでは、本日のですね、振り返りをしていきたいなと思います。朝一はおきどきですね、からスタートしました。まあ、前日の下見して、行った中で、まあ、へこみ台が次の日上げられてるような台を何台か見かけたので、ちょっとそれをですね、中心に狙おうかなと思って、で、おきどきの、角2ですね、を狙いました。で、まあ、前にの方に並んでたお客さんもですね、ちょっとおきどきを今日狙いたいというような感じだったので、地元のお客さんだってことだったので、僕が狙ってた角を
パッとね、取られたんで、あ、その辺結構狙い目になるのかなということで、まあ、時々朝から攻めたんですけど、まあ、結果ですね、朝は非常にいい展開でしたね。110ゲームでビッグ当たって、その後26ゲームでまたつながって、そこから連チャンしてですね、でその後も結構あつあたり軽かったんですけど、一回ちょっと中盤で532ゲームハマって、でこっからがですね、なかなか伸びず、こうだらだら徐々にこう減っていくような感じで、まあ、最終的に、1000枚使って回収がない状態になりました。で、総回転がボーナス通常時含めて2136ゲーム回したんですけど、まあ、ベルが最初はね、これも良かったんですけどね、共通ベル終盤ちょっと落ちまして、ちょうどやめる頃には114回で、152.6分の1、なんでまあ大体3と4の間、3寄りぐらいですか、3寄りな感じで、ちょっとね、挙動的には偶数っぽいなっていう感じだったんですけど、まあベルもちょっと落ちてきて、ホールの状況的にこうなんか下げ狙いを単純に上げで狙ってるような立ち回りじゃちょっとダメだなと思って、一回やめて昼飯食って、でかつホールもいろいろちょっとぐるぐる回ってたんですけど、ちょっと角台がだいぶ出てまして、で置き時のですね、その履歴が若干良さそうな台が空いたので、ちょっとこれ打ってみましょうということで2台目の置き時に移りました。でこちらがですね、まあ、291ゲームから打ち始めて、481ゲーム、投資がちょっと9000かかったんですけど、そこから早い段階でポンポンと当たりを引いて、でね、おそらくなんですけど、通常 B にいた段階、いた状態の時に、確定薬引いて、多分1枚薬でリーチ目薬を引いたんだと思うんですけど、ちょっとそこから、ドキドキに上がったと思うんですよね。でそれが怒涛のね16連チャンかましまして、一気に出玉2500枚以上獲得し、まあ、最後ちょっと若干飲まれたんですけど、大逆転勝利を今日はですね収めることができました。で2台目の置き時なんですけど、設定推測のところで言うと、こちらの台が、通常時プラスボーナス時のゲーム数足したのが2135ゲーム、1台目がね2136ゲームだったんで1ゲーム違いなんですけど、ベルがですね15回で、確率としては 142.3 分の1共通ベル確率がなんで、設定的にはまあ4日に近いような数値にはなりました。でただね、もうその2台とも結局2000ゲームぐらいしか回してないんで、確率もあんまり参考になる数字ではないと思います。ただその挙動的にはどちらも偶数挙動だったんで、どうですかね、まあ、2だったかもしれないし4、6、どうですかね、まあ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 最終的に出たんで何とも言えないですけど、設定推測の部分はちょっとね分かんないです数字的なところだけ、ちょっとこれだけじゃ判断しづらい部分があります。まあ、結果がしっかり出てくれたんでよかったかなっていうところでですかね。はい、そんな感じです。はい、本日の立ち回りの反省なんですけど、そうですね、点数をつけるとすればかなり低いですね。まあ、結果が出たんでまあまあよかったなっていうところなんですけど、もう限りなく本当低い0点に近いぐらい、まあ、初めてのホールっていうのもあったんですけど、まあ、ね、ライダーの絞り方とか、当日の立ち回りとかも含めて、あんまりよろしくはなかったと思います。なんかしっかり積もれた感がないですね。もうちょっと設定狙いするには時間かけてしっかりやっていかないといけなかったのかなというふうに思います。で、まあ、今回はとりあえず勝てたので、また次回ですね3000枚目指して頑張っていかないといけないんですけど、やっぱね3000枚ね、こうずっと今3連勝中でずっとねチャレンジしてるんですよ、3000枚に。ただね、こうねやってみるとね3000枚ねなかなか出ないで、実践時間もそんなね開店からずっと閉店まで入れるわけじゃないんで、そんなねゲーム数も回せないですし、いやーなかなかね高設定積もったとしても
なかなか出せる枚数ではないんですけど、1回の収録で。まあただそこをなんとか目指していかないといけないんで、まあ次回もまあ多少リスクを背負ってでも、まあできるだけ設定狙いとか、その一発こうドンと跳ねるような機種をできるだけ触りたいとは思うんですけど、まあまあでもだからといってこう負けちゃ意味ないんで、まあできるだけこのリスクを、まあ負けるリスクを負わないけど若干ちょっと勇気を出して一歩踏み込むぐらいなね立ち回りをちょっとまあやっていこうかなと思います。とりあえず3000枚目指して、まあちょっと牧の指示も出てるんでこの辺で気を締めたいと思います。さあ次回はまた別のホールでの撮影になりますんで、また一から気を引き締めて3000枚目指して頑張っていきたいと思います。それでは本日これにて終了です。さようなら。さて小島さん、はい、28回目ガチサバ、まあ、こんな形でしたけどもいかがでしたでしょうか。まあ時々強いホールさんだったみたいだったからね、うん、まあ狙い目というか狙うコーナーは良、まあ、かったんじゃないかなと。でさ多分3枚3000枚の条件なければ多分他の機種もね多分行ってると思うんですけどね、いつもみたいにこう鍛えてあるとこおったりとか、うんうんうん、ただあんまり多分回ってないってことはその辺も落ちてなかったかなっていう。どうでしょう、台の挙動とかは、まあ、1台目も、まあ、いいということで、だけど、まあ、投資がねちょっといってたっていうのはありますけど、どうかな、6つ持って1日粘って3000枚出るかな、おきどき3000枚は出るのかな、なんとか、なんか、うん、九州で打てるときも、なんか2つ隣がもうどう見ても6っぽい挙動してたけど、ずっともみもみしたまんま、結局2000枚にも届いてなかった、あそうなんですね、うん、やっぱあの連チャンしないから。レンちゃん落ちた後にちょっとハマっちゃうともう一気に持ってかれるからね、そこで出玉が起きどきは。うん、2年目もねレンちゃんしてましたけど惜しくも3000枚には届かなかったというわけですが、ドキドキのところでちょっと頑張りどころだったんですけど、ね、惜しかったですね。ワンチャン来ましたけどねワンチャン来ましたけどね3000枚いく。まあまあ次回にねつながる価値ということで、まあ負けてたら元も子もないですからね、うん、あのガチサバについては、うん、ここで3枚3000枚のあれに届いてないって言って無茶追いして負けてたらやっぱ本末転倒なとこはあるんで、うん、まあ引き際もまあ時間的に考えてよかったかなとは思いますけど ね、まあ角吹きも強そうでしたし、まあそれこそ狙い台も良かったんじゃないかなと思いますけど ね、おきどきということで次に行きたいって形ですかね。そうですね、まあ負けないのがやっぱ第一目標なんで、はい、このまんま勝ちつつ、まあ、3000枚狙えるチャンスあれば行く感じでいいんじゃないですかね。なるほど、はい。まあ、あとですね今回は5月にデチャを卒業したデクネット山田さんに代わりまして私一生二流が急遽解説出ろと言われましたけど、うん、まあ、特に解説も何もしてないですけどね。まあそうですね僕らだって2人とも時々そんなに詳しくないですからねなんでまあ今回は僕でしたけども、まあ次回以降また違う人間がちょっと解説に入るかもしれないんで。あ、なるほど、実況解説。そうですね、誰が出てくるかわからないでいいんじゃないですか。あ、そうですね、なんで見ていただいて、うん、絡みも楽しんでいただければなと。あ、なんかこいつはダメだいらねえみたいなだからそういった声もねいただければいいなと思います。はい、はい、ということで今回はこれにて第28回ガチサバ終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様です。